続いてのスピーカーは徳永恵里奈さんです皆さん盛大な拍手でお迎えくださいよろしくお願いします歌舞伎をはじめとする演劇と映画を制作宣伝興行している松竹にでし新規事業を行っております徳永恵里奈と申しますいきなりなんですけれども皆さんが一番最近芸術鑑賞したのはいつでしょうか また皆さんにとって日本文化とは何でしょうか。私はえっと小中学生の頃をパリで過ごしまして、いつか日本も文化を文化の おかげで世界中からいろんな人が集まるような国になってほしいなと思いながら育ってきましたでまた高校時代アメリカに住んでいた時に私が日本人だということで私を差別していた人が私がフランスに住んでいたという話をしたら急に態度が変わったりしてフランスに対する敬意がすごいなと日本人とは 何,何者なんだろうとか存、えー、在尊敬される国って何だろうというのをそこで考えるようになりましたで私が至った結論は、まあ、文化芸術の発展は、まあ、国のプレゼンスを上げるまたあの豊かさや平和をもたらしてくれるものなのではないかと思うようになりました文化と芸術というのは、まあ、ちょっと違うんですけれども両,面両方の側面を持った歌舞伎を例に、えー、お話を始めたいと思います 歌舞伎は400年以上前に出雲の国が始めた踊りから来ておりましてユネスコの無形文化遺産でもある芸術性の高い伝統文化でありながら高いエンターテインメント性で、えっと、興味と今日にも。 今日も人々に愛されております最近の新しい試みでは「ONEPIECE」とか「ナルトとか「風の谷の直しか」という、ま、漫画の大作を原作にした歌舞伎を作っていてこれら現代語でやってるんですけれどもなので難しい昔の言葉だけではなく「 こういいった新しもものもありますまた最新テクノロジーとの融合も積極的に行っておりまして2年連続ラスベガスで行った公演ではチームラボさんとかネイキッドさんとコラボレーションしてデジタルアートを使って視覚的に外国人でも分かりやすいような歌舞伎を作りました。 またこのラスベガス公演の時のロビー空間ではパナソニックさんや NTT さんの技術を使って自分のアバターが歌舞伎役者の動きをするような遊びですとか画面の前に立つと歌舞伎の熊まが自分の顔の上に乗っかるような遊びを作って親しんでもらうということをしました。 またこの左側、普通の記者会見に見えるんですけど実は役者はラスベガスにいて記者会見は羽田空港で行われて 3D のホログラムが記者会見を行うなんていうこともやったりとか 4K のマルチ画,像画面を使ったライブビューイングなんかも行いました。それから最新テククノロロジーーを使ってボーカロイドのの初音ミクと歌舞伎の コラボを行って上演時間や公演の尺や価格の問題でなかなか来づらいというお客様にも来やすいような新しい工業スタイルを提案したりですとかまあそんな新しいことをいろいろやっていますこれは他に私が手掛けた海外公演でポー、アメリカポートランドでと俳優がこしらえをする過程を見せたり現地のアメリカ人に 歌舞伎の衣装を着付けながら、衣装型さんのお仕事の内容をお話ししたりとかっていうことをやってます。で、まあ、歌舞伎の話がずっと続いたんですけれども、他にもいろんなこう要素を掛け合わせた文化を私のチームでは作って、文化の理解を広めたり、新しいものを作ったりということをしております。最近のものですと、えっと去年行ったものなんですが、観光ツアーに演劇を 加えるというものをやりましたでこちらは、えー、銀座の1920年代30年代のモダンボーイモダンガールの時代の、えー、人間がタイムトラベルしてきたという設定で、えー、ガイドさんも実は、えー、女優さんで、えー、とー演劇を楽しみながら街を学ぶということを、えー、そういうツアーを比較しました。 公表を得まして今度日本橋でも3月に行うんですけれども興味がある方は矢地さん北さんと東海道中膝栗毛の矢城部北八と一緒に日本橋を巡るというツアーを企画しております。また歌舞伎発祥の地でああるる京都にある 日本最古の歴史を持つ劇場南座でえっとまあ本当にあの年末にはこうして玄米子さんも来るようなあの日本の文化を体現したような劇場であえて新しいことをいろいろやるというのを今やっています。 えまず音祭りというえイベントではケリーパンパミさんや M フローさんといった南ズミミ初登場のアーティストさんにライブをしていただいたりとか1階の客席を取り外して舞台と客席エリアをえ同じ高さのフラットな平戸幕にして。 で昼はこうしたプロジェクションマッピングとか、えー、とお祭りなので屋台があるんですけれども射的,の射的がデジタルの射的だったりとか AR で歌舞伎を楽しめたり、えー、と歌舞伎のモチーフをデジタルアートで楽しむような、えー、こういったお祭りを開催しました。うん 夜は演出後は打って変わってナイトクラブのようになって中田泰隆さんをはじめとする DJ を日々お呼びして DJ イベントを行いました。 と今、取かけているもので来週初日を迎えるんですけれども、えー、桜姫といってイマシブシアターという、えー、お客さんと演者が同じ空間にいて回遊しながら前でも後ろでも演技が行われていて自分の好きな俳優を追いかけながら見るという、えー、演劇を今作っていいいまますでまたこれれ結末をお客さんがその日投票で決めれるという新しい演劇になっています。 いろんなプロジェクトをご紹介したんですけれどもここでお伝えしたいのは、えっと、バックグラウンドが違う人と理解し合って大抵のな関係を築けるようにするために、えっと、まず自分のえ自国の文化を知ってみようというのと日本がより魅力的な国であるように世界文化に貢献する国であるようにえ皆さんこれからは、えっと、例えば美術館に行く時や術、えー、劇場に行く時にあ今日私は世界平和に貢献していると思いながら行ったりとか、まあ、そういう思いで。 芸術をあの作品を買ったりとか、えー、していくとまた新しい楽しみ方が見つかるのではないかなと思いますという提案を持ちまして私のえっ、ー、とプレゼントさせていただきますありがとうございました。徳永さんありがとうございました。あのすごい最先端のデジタル技術で日本の日本古来の伝統文化を紹介するような感じをあの聞いてたんですけどあの日本の 伝統文化歌舞伎とか能とか狂言とか他にもたくさんあるんですけどそういう人たちって多分なんとなく僕のイメージだと保守的でそういう新しいものにこう取り入れるみたいなのをんかあんまり好んでやらなさそうなイメージがあるんですよねなんかそういう人たちをどうやってこう解き伏せるっていうおかしいんですけどなんかこうコラボをスムーズに活かせるというかなんかそういう。 コツとかかかなんんそそういううい中ああれはあるでですかねそうですねね実は一番伝統芸能に関わってる人ほど新しいことをやりたいという思いがあふれていて特に歌舞伎はその400年間一度も国の金銭的補助を受けずにこれまでやってこれたのは常にその時代その時代の流行を取り入れて新しい演出を取り入れてあの挑戦してきたからというのをもう皆すごく自覚しているのかがとてもあのチャレンジに皆さん あの意欲的で、で一緒に作っていきます。ただその上で何が歌舞伎なんだろう、何が歌舞伎を定義するんだろうというのはもう常にスタッフも演者の皆様もあの問いながら作っているという感じです。そうですよね。なんかあの実際その歌舞伎っていうのは。 た例えばさっきのアートもそうなんですけど、どこからどこまでがアートなんだとかいう話になっていくと思うんで、なんかその辺の問題は難しそうだけども、でも新しいものを取り入れないと自滅しちゃうっていうのもありますよね。なんでちょっとすごいいろんなあの企画っていうか仕掛けが面白くて、あのまた私もなんか機会があれば見せていただきたいと思います。ぜひ京都に来週来てください。はい、あ,あ,ありがとうございました <laughs>。徳永さんでした。皆さん拍手でお送りください。ありがとうございました。